はい、皆さんこんばんは、おしょうでございます。開けてもらっていきましょう。ちょっとまずね、皆さんに見せたいものがあるんですが、はい、これですね。はい。ディノマインドワイプポーション。はい。こちらがですね、なんかその、ドードレックスを倒したら手に入りました。はい。ドードレックス。ちょっと、ドードレックスを倒さざるを得ない状況になって、それでまあ倒したんですけど、その時にね、これ解放されました。はい。まあ、恐竜用のマインドワイプトニックだね。いや、これね、これ普通に解放できると思ったらボスエングラムだったのね。はい。まあ一応ちょっとそれなら解放されましたってことでご報告を。はい。ちょっと動画外で出ちゃったもんで。今回ちょっとまず最初にやっていくことはですね、あいつのテイムやってみましょうか。あれ。前回なんだっけ何かを倒した時にひょっこり湧いてきちゃった。あいつ。こいつをちょっとテイムしましょう。なんかロックエレメンタルの足みたいなやつ。多分マグマゴーレム？なんか以前なんかスペースファンダの時に戦ったマグマゴーレムよりは、多分弱いんじゃねえかなと思うんだけど、まあちょっとね、気になるのでやってみようかなと。エレメンタルファイアーゴーレムだね、これ。なんかアイスゴーレムとかもいんのかな。で、問題は、これが効くかどうか。こういうのが。わお、出てきた。あぶれ。いった !716、意外と効くじゃん。あ、意外と効くね。え、あっという間だった。こいつがね、硫黄12個でテイムできると。うん。まあ、硫黄ぐらいね、まあ、好きなだけ食ってもらって買わないで。はい、8個。はい、8個。はい。え、こんな簡単だと思わなかった。割となんか、もしかしたらロックエレメンタルぐらい苦労するかなと思ったんだけど、あっさりテイムできましたね。はい。まあ、なんだろう。なんだ、これ、これ目なのか。これが目か。なんかのっぴりしてない？ビジュアルが。ああ、サドルいるのか。さて、ロックエレメンタルのサドル。ああ、つくね。ちゃんとつくわ。なるほどね。でちなみに、体力とかが、87,500。ああ、まあ、今までテイムした個体に比べると、だいぶ、まあ、低いというか、落ち着いちゃってるというか。おお。ちょっと待って、俺、何気にロックエレメンタル型に乗るの初めてなんだけど。なんかやだな。ちょっと、モッドが初めてか。なんか元が初になっちゃったな。まあいっか。ちょっとバニラのロックエレメンタルってなかなかテイムする機会がないんだよね。なんか知らんけど。で、移動速度はめちゃめちゃ速いし、ジャンプは、ああ、なんかジャンプできそうだけど、ジャンプはできないね。なんかひょっこりなんかちょっとほら、ひょっこり、なんか炎で見えねえ。ほんのりジャンプ、なんかこう、ちょっとつま先出し？何これ。何この金ちゃん橋みたいな。金ちゃん橋みたいな感じになって、なんだこれ。まあひょっこりちょっとジャンプができそうという、そんな感じやね。で、右クリックで、まあ、パンチだね、これ。はい。これ、ゴリラパンチね。ゴリラパンチ。で、あとは、これ、あれ、あちらですよ。あの、右のお客様ですよって。で、こちらが下のお客様ですってやつですね。はい。で、あと、右クリックで、岩。右クリックで、岩と。これはあれか、アヌナキのゴリラと一緒か。他なんかあるかな？爆発するとかあるのかな？ああ、ロックエレメンタルのよく見るこのモーションってあれだったんだ。シーキーだったんだ、これ。このパンチ。ダブルパンチ。この回転パンチ。回転ぐるぐるパンチ。その他でなんか爆発したりとかそういうのはないか。じゃあいいや。火力見ますか。どんなもんかね。さっき意外と火力あったように見えたけど。9251？ え？結構あるじゃない。結構あるじゃん。9251か。なんか、意外とあるんじゃない？なんか体力とか見る限りだと、あんまりなんか、やれるような感じじゃなかった気がするけど、結構ない？これ。ちょっと命令振ってみよう。炎上させることもできてるし、なかなか、なんかポテンシャルあるような気がするけど、じゃあちょっと、次、岩投げてみよう。よいしょと。あ、岩はむしろ弱いのか。あ、ちげえわ。これトリケラトプスだから、射撃ダメージになってんだろ、これもしかしたら。よいしょ。ちょっと、ブロッドサウス、もう一回。ちょっと待って、なんか横に反れるんだけど、ちょっと待って、当たんねえ。あ、そっか。ロックエレメンタル泳げねえのか。これ沈んじゃうわ。あ、沈んじゃうわ、ロックエレメンタル。ロックエレメンタルってか、ええか。これか。マグマゴーレムか。あ、これ沈んじゃうんだ。
え、酸素値ないと。え、これ、これさ、え、これ海とかに沈んだらこれどうやって引き上げんの、こいつ。こいつって、え、こいつどうやって引き上げてんの。まあいいや、とりあえずちょっとメガロドンに。あ、や、なんだ、岩はなんか結構火力控えめですね、これ。じゃあ、次はシーキーの、これ、連続パンチ、このダブルパンチ、まあ、必殺、マジ殴りをちょっとやっていきたいんだけど、必殺、マジ殴り。必殺、マジ殴り。多段ヒットしたりするわけではないのか。なんか、2回ぐらいパンチ連続で当たるのかなと思ったんだけど、そういうわけではないと。で、今気づいたけど、これ、採取は、あれ？ああ、なるほどね。シーキーで採取ができるわけか。なるほど、必殺マジ殴りでし、あれ、採取ができると。ほうほうほう。なるほどね。これ、現実、バニラのロックエレメンタルもこんな感じなんかな。あ、なんだ、普通に攻撃、あ、なんだ、びっくりした。普通の攻撃でも獲得できんじゃん。DPS 考えても、このダブルパンチの方が強いね、なんか。これが、なんかこの必殺マジ殴りの方が威力出んのかなと思ったんだけど、そういうわけではないのか。こっちのなんか普通の、なんか、必殺普通のパンチ。おっ！は？は？なんだお前！待った！なんだお前！は？え？なんだお前！え？どっから出てきたお前！ホーラードラゴン？は？なんだこいつ！ちょっと待て！なんだお前は！え？待って、殺されちゃう！え？ゴーレムが殺されちゃう、早速！え、待った、いける、必殺マジ殴り、必殺マジ殴り、マジ殴り、いけ、マジ殴り、こいつブレス入ってるけど、ブレスが効かねえ、いけ、必殺マジ殴り。あ、待って、なんかフリーズしてる、アルバトリオンみたいなことしてきんじゃねえよ、こいつ。なんか氷属性やってきやがった、こいつ。ちょっと必殺マジ殴りよ、待って、これどう、え、ホーラードラゴン、え、減ってなくない、体力。え、待って、殺されちゃう、なんだこれ。待って、マグマゴーレムが殺されちゃう。逃げろ、海の底に逃げろ、大丈夫。追われてる。いや、いけてる、大丈夫、ちょっと待って、待った、俺ヒールポー、あ、そうだ、忘れてた、俺ヒールポーション持ってんじゃん。ヒールポーション持ってんじゃねえか。じゃあいいや、そうだ、ヒールポーションがあるんだったら、やろうぜ。なんだよ、こいつなんだよ。え、嘘だろ、よりにもよって、なんでちょっと能力控えめの時の、え、もうちょっとなんかプライムギガとかに乗ってる時にしてくれ。うわ、怖っ、何お前。え、パッシブテイムって書いてあるけど、何こいつ。アークエターナデロフィニッシュルモデル&アニメーションズフロムシャドールアルファワイバーンサドル OC&X& エクストラタック。え、こいつテイムできんの。あの、振り切れたからちょっと上げてみる。あのね、なんだっけ、これがあるんですよ。これ。皆さん、これ。ディノレプリカント。これ。これ何かっていうと、5分間、イグノア U って書いて、クリーチャーイグノア U って書いてある。要するに、生物から5分間完全無視されるってことが書いてあるのよ。これで、もしかしたら俺、テイムいけるんじゃないかなと。これ、ギリスーツも着てることで。ちょっと俺、やってみていいですか、あいつ。ポーラードラゴン。なんかちょっと恐ろしい置き土産みたいなのが出てきましたけど、あれどっから出てきたんだあいつ。ってか、あれ拠点からそんな離れてない場所にあんなもん湧くの。もういよいよ思ってさ、危ねえじゃん。どこもよかった、もう常備してて、このヒールポーション常備してたのと、あとこれ海の底に潜れる能力でよかった。あ、消費期限ないわこれ、ちょうどいいや。まあじゃあいいや、ちょっと10個ぐらい作るか。とりあえずちょっとプライムミートやってみます。とりあえずで、ちょっとね、今気になってるのがあってですね、これインステテイムミート、ほれ、ウェルインスタトテイムエニディのインエターナルって書いてあるんだけど、おそらくこれあらゆる生物を一発でテイムしますよみたいなミートだと思うんですよ。ワンチャンこれありじゃねえかなと。ただ素材が意外と結構きついっていう。霜降り肉800個はえげつないな。とりあえずプライムミートと、プライムベリー、プライムミートとプライムベリーを持ってって、それでちょっと確認してみましょう。どんなもんか、ちょっと確認してみようぜ。それで
あいつがテイム不可っていう風な表示が出てたんだったら俺間違いなく あそこで頑張ってぶっ殺してましたけど、そういうわけにもいかないと。よし、じゃあ、まずはまだ行くのは聞いてるので、レプリカント聞いてるのでこれで行きましょう。まあ、どの程度効果があるか分からんっちゃ分からんけど、まだいる？この辺飛んでたよな。まだいるか。ちょっとプライムベリーが腐っちゃうのが早すぎるんで、あんまり悠長なことやってらんないけど、いるな。あ、いた。あんなところに。くそ、海の上か。海の上か。あいつ行けるか。これ渡せた。なんかこれなんか渡せた。俺んとこ来てねえな。このレプリカントは効いてるっぽいぞ。え、なんか止まってる。ちょっと待って、あのレプリカント切れるから、一回レプリカント切れたら行くわ。レプリカント切れたらこれ飲み直してちょっと行くわ。ディノレプリカント、よし行こうか。さてと、これで手渡しテイムって書いてあった。パッシブテイムと書いてあった。どうだ、ガーゴイルじゃんこれ。もう、わあ、こんな近くで。え、なんだ。最低レベル120なければこのポーラードラゴンは餌付けができません。はぁ、あ、120? 上限突破し、上限突破もいいとこじゃねえかよお前。うわ、え、なんか9、え、ちょっと待って、な、結構あるぞこれ。え、なんか今見た、お、今思ったけどこれすげえあるじゃんこれ。え、マジか。最低レベルが120なければこのポーラードラゴンは餌付けできません。残念。いやでもなんかすげえ、こんなのがいつかテイムできるかもしれないんだ俺。え、ほら見てこれ、まだほれ無視されてるから、無視されてるから気づ、あれいける。ちょっと、わあ、そっか、わかった。じゃあいつかお前を迎えに来よう。いつか俺がお前の主たる実力をつけたその時に改めてお前のことを迎えに行くよ。今日のところは敵だ。家族にはなれない。今日のところは敵だ。お前を殺す。お前を殺さなければならない。あなたを撃たなきゃならないんだ。ブレスは効かないっすね。さすが岩、まあこれ対表は多分岩なんだろうね。ブレスは効いてなさそう。ちょっとライトニングブレス打ってるけど、ああダメだ、当たらねえわ。ブレスは物理攻撃のみだ。待て、俺が仕留める。倒した、ポーラードラゴン倒してしまった。え、何もなし。え、何かエングラムが解放されるとかそういうのは何もないのか。インベントリを開く。え、なんか普通だな、普通だな。わーっと、体力が1、10、100、1000万、10万、100万、111万あったの。え、よく削ったな。111万あったんだ。え、よく削ったな。あのエターナルゴーレム、あいつや頑張ったな。で、なんか何取れんの。ああ、普通の肉っすね。普通の肉が取れる。ああ、びっくりした。なんか突然の出会いだったけど、突然の出会いだったな。しかしまああれだね、これ強いね。このこれディノレプリカント、レペラント、まあ、ちょっと読み方よくわかんないけど、このこれ強いな。なんか全然敵対されなかったやん俺。あいつ絶対絶対あれだよね、皆殺しマンだよね。皆殺しマンだと思うけど、全然敵対されなかったやん。これ。5分間しか効かないとはいえ、めっちゃ強いね。
手渡しテイムとか必要な時はこれ絶対使おう。賞味期限もねえしな、防虫剤と違って。あ、消費期限か。消費期限ないの強すぎない？防虫剤ですらそんな持たねえの。じゃあまあちょっと あれ見ちゃった後でちょっと申し訳ないんだけど、この子紹介していいですか？そろそろ、はい、そろそろこの子紹介しましょう。マグマサウルス、はい、ファイヤーマグマサウルスね、うん、ファイヤーでマグマサウルスってのもなんかちょっと変な話ではあるけども、やつは多分マグマサウルスのサドルでいけると思うんだけど、はい、こちらのねワークベンチ、この DLC ワークベンチを使うとジェネシスのサドルが作れるんですよ。ジェネシス用のサドルが、ジェネシス用のサドルってちょっとおかしい、まあこんな感じで作れるんで、まあマグマサウルスのサドルは、あ、作れるね、はいはい、これで作れるので、これ使ってちょっと乗ってみましょう。はい、便利だな、このワークベンチ。ほんとマジで多分あんな化け物見ちゃった後だからかなり見劣りはするとは思うけれども、まあでも言うてね、これ体力見て、体力1、10、100、1000万、10万、100万、200万あるんですよ、これレベル上げてない状態で。200万って言ったらこれプライムレックスに匹敵してますよ、ほら1、10、100、1000万、10万、100万、ほらプライムレックス並みの体力を持ってる、かなりの高耐久。さっきのねマグマゴーレムとは比べ物ならん、比べ物ならんっていうのもおかしいけど、あ、やべ、あ、やべ、ごめん間違えた、ごめん間違えた間違えた間違えた、すまんすまん、間違えた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 、すまん。あれですね、あの健在ですね。あの凶暴化ガスは、凶暴化ガスは健在ですね。はい、でそうマグ、このマグマサウルスびっくりしたのが、そう泳ぐのクソ早いっていうね、こう泳ぐのクソ早いんですよこれ。マグマサウルスとは思えない、この高速、この高速遊泳、これ笑うでしょ。これぶっちゃけこの生物の一番の、この子の一番の見せ場といっても過言ではない、このスピードで泳げるマグマサウルスっていう、これだけでもかなり価値があるものだと思うんですが、どうでしょうか。さて、じゃあ普通に、いろいろやっていくわけですが、おお、跳ねるね跳ねるね跳ねるね跳ねるの扉と、はい、じゃあ通常火力ちょっと見ていこうか。普通に6278か、まあまあやね。で炎バフがかかると、あ、この炎上あれじゃん、あ、これあれじゃん、ドラゴンと一緒だ、スリップダメだ、スリップダメ、ファイアワイバンと違うわ、ドラゴンと一緒、ドラゴンの、あの凶悪炎上と一緒だわ。もうこれだけでまず強いね。で次は右クリックってなんだっけ、あ、そっか、シアリングスピットだ、そう、シアリングスピットだから金属焼かなきゃいかん、ないかな金属。マグマサウルスってってオッケーオッケーオッケー、精錬の有効化も普通にできますねこれ、はい、普通にできます、うん、普通にやれてるね。でなんか作る量が早いとかある？それはないな、作る量が早いとかそういうのはなさそう。でこの状態になると当然だけど、まあ移動速度が著しく低下すると、ここら辺はまあバニラと同じですね。水の中どうかな、水の中水の中どうかな、泳げるかな、水を、水の中を泳ぐことができるかな。あ、ちなみにそういえば岩は勝手にぶっ壊せないタイプですね。あー遅くなったね、遅くなったね、溺れてるようにしか見えねえ、溺れてるようにしか見えねえ。タメモーションの時光るのも同じだね、なんか光ってる時はもう完全バニラだね、なんかもう光ってる時はバニラにしか見えんわ。ちょっと待って、 あいつそろそろ、あのブロントそろそろ死にそうだからあんま撃ちたくないんだけど、どうかな、あー、あれ当たるかな、あのあそこにいるカルボネミス、撃て、シェアリングスピット、あーごめんなさい、シュラリングスピット、おお4562、あん、4562、シュラリングスピット、ああ、なんだなんだなんだ、びっくりした、ちょっとためが足りなかったんだな、あ、いいね、出るじゃない、出るじゃないですか。シェアリングスピットなんかチャージ早くない、バニラより。こんなもんだったっけバニラでも。俺バニラでマグマサウルスほとんど乗ってねえからわかんねえや。ああ、いいじゃないですか。この2体に関してはそんなところっすね。バニラと同じだけど、高機動で高体力、高攻撃力でめっちゃ強いっていう、そんなとこぐらいですかね。はい。で、今回、残念ながらテーマできませんでしたが、中盤戦に出てきたあの、ポーラードラゴン。いや、テイムしたかったね。あれ、なかなか湧かなかったんじゃない？多分、レア生物でしょ。絶対、もうなんか、なんかワーデン？ワーデンっていうか、アヌナキでいうところのセレスティアル種、プリモディウスとかそこら辺レベルで湧かないんじゃないかな、あいつ。初めて見たもん。
あんなのいるんだね。いや、テイムしたかったね。まさかレベル上限に引っかかるとは。俺100レベ超えてるからさ、これ105レベなんだよ。もう、いや、さすがにレベル上限に引っかかるようなことはねえだろうとか思ってたら、まだあったわ。いや、ほんとしっかりレベル上げたいね。ちょっと、そろそろさ、ボス倒したらどうだっていう声もあったんだけど、ボス、倒そう。うん。多分ボス倒せばレベル上限解放されるでしょ。これなんだこれ。アッセンダー。オファーアップトゥトリビュートトゥアセンドバイエリクセス。あ、取れないわ。なんだこれ。まあええわ。まあいいや。じゃあとりあえずちょっとこの辺のボス倒せるようにいろいろ準備進めておきますわ。はい。で、あとはちょっと、この辺のインスタミート。はい。インスタ映えを狙ってこの辺のやつもちょっと作れるようにしとこうかなと。いや、次回出会った時は必ずテイムができるようにしておきたいね。はい。まあ他にもあんな感じの生物いるだろうから、またちょっと、出会い次第ちょっとね、なんか、一戦、胸を借りてみるか、もしくはテイムしてしまおうかなと思いますわ。はい。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。